絶対に完食したいと思います。巨大ハンバーグ状カレーです。お肉は冷めちゃうとちょっと硬くなっちゃうので、先にハンバーグを攻めたいと思います。めっちゃジューシーです。おいしい。あ、ごめん、チーズ全部取ってまったわ。このままでもしっかり味がついててジューシーです。すっごい美味しいです。おいしい。カレーがめちゃくちゃ濃厚です。なんかすごい粘度があってすっごい濃厚ですね。カレーはですね、飽きないカレー、特別な日に食べないっていうんじゃなくて、毎日食べても飽きないようなカレーっていうのを作ってます。結構出てる部分ぐらい、攻めたいなと思います。肉汁がすごい、ほんとほろほろ。本当にハンバーグだけで粗挽きですごい美味しい。
オリジナルソースをかけたいと思います。和風ソースっぽくってさっぱり食べられます。これお米が欲しくなる味付けだ。またペース、いいペースよね。ないですね、ペコペコの方がより一層一口目が美味しく感じるので、すごい幸せな気分が増します。よし、続いてこのビフソース、絶対美味しい、うわ、柚子の香りがすごい。めちゃくちゃさっぱりします。すっごい美味しいです。うわ、これは進みます。美味しい。でもまだ3分の1ぐらいなんですよ、総重量からいったら。大体ですね、 3キロぐらいいったかいかないかぐらいですよね。だまだあと10キロぐらいあるはずです。だまだ分かんないです。急にピタッて止まるパターンもあるんで。めっちゃ柔らかいです。うまっ。フォークでこれ、ほらすごい、もうパカって切れる。めちゃくちゃ甘いです。なんかカレーが本当辛く感じるぐらい甘いです。甘すぎて。うわあ、美味しい。あ、もう本当にもう歯いらないくらい、舌で潰せるくらい柔らかいです。人参はですね、一回蒸してから揚げてます。でかっ！丸々！
こっちも甘い。素材の味はしっかりしてすっごい美味しいです。見た目で減ってるなって自分を安心させるように野菜を減らしてます。何が隠れてるのかちょっと怖いのでちょっと確認のためにも。これはなんだ。じゃがいもがねっとりしててすっごい美味しいです。わ、ほくほく。すごいしっかり水分もあってカレーが皮に染み込んでてものすごい美味しい。めちゃくちゃ香ばしいです。焼いてあるのかな。でも柔らかいです。美味しい。その食材によって揚げてるだけだったり蒸してから揚げたりとかっていうのをちょっとやり分けてます。じゃがいも2個目が入ってました。お芋はすごい後半お腹にきそうです。でも水分が奪われるタイプじゃないのですごい食べやすいですね。じゃがいもは3個ですね。一番でかいかも。すごい濃厚ね。本当ねっとりしてる。ゆで卵かな。あ、おいしい。でもこれすごい、めっちゃ入っとる野菜。ナス飲めます。結構いいペースです。30分ぐらいでハンバーグ全部なくしてお米とカレーに取り掛かりたいです。いや、まだあります。まだある。まだあります。ダムをご飯もっしり。すごいご飯の量。4キロあります、ご飯だけで。今ちょうどすくったところに何かがいました。外来種。すごい。ごぼうです。カレーと合います。でもで結構柔らかく煮込んであって、こう噛むと縦の繊維にパッてごぼうが切れるので、なんか不思議な感覚です。で、ほんとゴリゴリした食感とか一切なくって、しっかり中に火が通ってて素材本来の味がすごいします。
ちょっと待って、またなんかあった。みんなや。でっか。でっか。あ、でもめっちゃ美味しいもん、肉肉しいジューシーなやつ。これは、まあ、20センチぐらいのフランクフルトですね。20センチ。ほらね、なんかもう一口、私ごぼうの時一口いるって声かけたんですけど、一切なく普通に躊躇なく行きました。本当にカレーがすっごいジュロッと濃厚で、うん、後からスパイスが来て美味しいです。でもサンぐらい、もう急に来るので、これサラサラ食べられるものって、うん、こう思ってたより急に後からドーンってドーンって来るので、うん、一緒です。辛いものとミントが苦手で、好きな食べ物はお寿司と唐揚げです。一緒です。外食とかで喧嘩をすることがないです。もう食べたい気分が同じなので、パスタ食べたかったらパスタ食べたいしみたいな、絶対喧嘩しないです。後半にこうお米が残ってたりすると、こう精神的にちょっとやられることがあるので、まだ油断ならないというか、最後まで気を抜けないです。でもハンバーグがめっちゃ美味しいです。本当に全部美味しいです。私が急に6くらいまで来ました今。大食いの食材だと割と食べやすい、うん、後半にハンバーグを残すと顎が疲れる、うん、できますね。すごいですね。すごい。4キロ切るか切らないかぐらいじゃないですかね。いや、いかないですね。
ここに来てアスパラから。9割ぐらい